重さが軽くなると莫大なエネルギーが解放される。皆さんお久しぶりです。また猫さんです。今回は質量とエネルギーの透過性、E イコール MC2 乗の話です。E イコール MC2 乗。物理で最も有名な公式の一つです。どこかで聞いたことありませんか？これは相対性理論で有名なアインシュタイン先生が作った式で、質量を何らかの方法でエネルギーに変えることができれば、莫大なエネルギーを生み出せることを表しています。ちょっと重さを軽くするだけでエネルギーザックザクです。ただ、何らかの方法というのはそれほど身近なことではなくて、例えば核分裂や核融合といった、特殊な現象が起きた時に限ります。式自体は簡単です。覚えやすいし、E イコール MC2 乗。ですが、これと相対性理論の関係は何か、どうやって導くのか、興味を持ってみたけど、式がいっぱいでよくわかんない、となっちゃったりしないでしょうか？理論や法則は、なるべく厳密で例外がなく、一般的で応用が効くほどいいんですが、勉強してる方にとっちゃ、どうすぎると諦めの境地の方が先に見えてきますよね。そこで今回は、相対性理論から E イコール MC2 乗の式の導出について、なるべく数式を使わないで説明してみようと思います。アインシュタイン先生が発見した質量とエネルギーの透過性、核分裂や核融合に関連した、これからも世界で注目され、研究され続けるであろう原子核エネルギーの根本となる、E イコール MC2 乗の式について、一緒に勉強しましょう。ということで、今回のテーマはこちら。ででん、なるべく数式を使わない、E イコール MC2 乗。と、自分でテーマを決めておきながらなんですが、そもそも数式の説明をするのに、数式を使わないというのも無理筋な気がします。数式を使わなければわかりやすくなる、というわけでもないし。わかりやすさと厳密さはある意味トレードオフの関係なので、くどくなくスッキリと、を目指した結果、ところどころ説明に過不足があるかもしれません。もしそうであれば、ごめんなさい。それでもよければ、ぜひご覧ください。ではレッツゴー。まずゴールまでの道筋を確認しておきます。E イコール MC2 乗の理解のための5ステップです。1、特殊相対性理論。2、ミンコフスキー空間。3、固有時間。4、四元速度と四元運動量。5、E イコール MC2 乗の意味。です。特殊相対性理論は1905年にアインシュタイン先生によって発表されました。高速度普遍の原理と相対性原理を前提として、光のように速く動くものがどのような振る舞いをするのかを明らかにしています。ある物体 A を別の物体 B から見るとどのように見えるかという問題に対して、これまではガリレー変換という操作をすることにより理解されてきました。しかし光のように速く動くものに対しては、ローレンツ変換という別の操作をしなければ、正しい計算ができません。ここには速度を相対的に扱うか、絶対的に扱うかに大きな違いがあって、もともとガリレー変換では速度を相対的に扱っていたものを、ローレンツ変換では高速度普遍の原理に従って、光の速度を絶対的なものとして扱っています。速度は距離割る時間ですので、速度、距離、時間には直接的な関係があり、速度を絶対的なものとして考えた結果、距離や時間が相対的なものになりました。相対的なものになる、つまり見る人の状況によって、距離や時間が変わるということです。相対性理論によると、距離や時間は見る人の状況によって変わります。特殊相対性理論については、別にまとめた動画を作りましたので、よろしければこちらもぜひご視聴ください。距離や時間は物差しやストップウォッチを使って測れます。空間は X、Y、Z 方向の3方向ありますので、物の位置は X、Y、Z 座標を調べることで完全に特定できます。つまり3次元です。一方、時間は過去から未来に向かって1方向に流れるだけです。なので1次元ですね。ここで時間と空間を一緒くたに考えてみようというアイデアが生まれました。
つまり時間111213の4次元をひとまとまりで考えようというアイデアです。ここで時間に速度をかけると距離、つまり1の次元になるので、時間に光の速度をかけた、時間かける光の速度111213の4次元とすると色々都合が良さそうです。これを記号で、CT、X、Y、Z と書くことにします。3次元の空間、X、Y、Z が、4次元の空間、CT、X、Y、Z に拡張できました。4次元空間には時間の概念も入っているので、これを時空間と呼びます。時間軸である CT、空間軸である X、Y、Z はいずれも独立ですが、時間軸 CT と空間軸をそのまま同列に扱うのは自由が過ぎるので、ちょっと縛りを入れます。3次元の位置情報のまとまり、ベクトルには内積という演算があります。内積には、自分自身のベクトルの内積が、ベクトルの大きさになるという性質があります。それを参考にして、4次元ベクトルである CT、X、Y、Z に対しても内積を作ります。ここで、ミンコフスキー内積と呼ばれる、ちょっと特殊な内積を採用します。3次元ベクトルの内積を参考にして作った、4次元ベクトルに使える内積です。このミンコフスキー内積が定義された時空間をミンコフスキー空間と言い、その空間の中でのベクトル CT、X、Y、Z を特に4元ベクトルと言います。ここで分かりやすくなるか逆に分かりにくくなるかちょっと不安ですが、ミンコフスキー空間を図に書いてみましょう。X と Y で平面を作って、それに垂直に時間軸を取ります。紙には3本までしか直行する軸を書けないので、Z 軸は省略しました。この絵を時空図と言います。X と Y の座標は物の位置を表し、時間軸は下から上に向かって時間が流れるとします。そうすると、下側は過去になって、上側は未来になりますね。等速度で動いているものの運動は、時空図では下から上に向かう、一本の線で表すことができます。時間が経つと位置が動いていく、というイメージです。物が動かなくても時間は流れていきますので、動かないものの軌跡は、時空図では、真下から真上に伸びる直線で書くことができます。時空図には光の速度で進むものの軌跡も書くことができます。原点から光の位置までの距離は内積を使ってルート x2 乗たす y2 乗たす z2 乗と書けますが、光は光の速度 c で動きますので、これが ct に等しくなり、時空図ではこんな感じに上下にできた円錐の縁を動くことになります。そうすると円錐の内側を動く点は光よりも遅いものの運動、円錐の外側を動く点は光よりも速いものの運動を表すことができます。こんな感じで、光や光より速く動くものを含め、時空間の中を物がどのように動くかを表したものが、ミンコフスキー時空図です。特殊相対性理論では光の速度を絶対的なものにする代わりに、時間や距離が相対的なものになるという説明をしました。動いているロケットの中の時計を地球上から見ることができたとすると、その進み方は地球上の時計の進み方よりも遅くなるということです。一方、ロケットの中の人からすると、特段時間が遅くなったとは感じません。高速に近い速さで動くと、見る人によって時間という概念が変わってしまうんです。言い換えると、地球の人が1秒で体験する現象と、ロケットの人が1秒で体験する現象が違うということです。そうすると何を基準に物理を理解すればいいのかわからなくなるので、どんな状況から見ても変わらない不変量を作っておきます。これをローレンツ不変量と言います。そして時間の代わりにローレンツ不変な、時間のようなものを定義します。これを固有時と呼びます。時間の代わりに固有時を使って物理現象を作り直すと、これまで時計を使って測った時間を使っていろいろな物理法則を作ったように、固有時時計を使って測った固有時を使って物理法則を作れば、その法則は観測者が止まっていようが動いていようが、ロケットの中だろうが外だろうが、同じように使えるということになります。そんな固有時を使って、ミンコフスキー空間で成り立つ物理量を作りましょう。速度は距離割る時間でした。これは実は、もう少し厳密には、速度とは、微小時間経った時の位置の変化となります。
同じ漢字で、微小な固有字が立った時の位置の変化を新しく定義しましょう。ここでの位置は時間も含んだ4元ベクトル CD、X、Y、Z であることにも注意してください。速度っぽいものですが、時間っぽい固有時間を使っている上、4元ベクトルも使っているので、これは一般的な速度とは別物です。紛らわしいのですが、これを4元速度と呼ぶことにします。同じ感じで加速度も、微小な固有時間が経った時の4元速度の変化と定義します。これを4元加速度と言いますが、今回の説明ではこれはこれ以降は登場しません。4元速度が定義できたら、運動量も定義できます。古典物理学では運動量は質量×速度でした。同じように4元運動量を、質量×4元速度と定義しましょう。ミンコフスキー空間で使える物理量が、運動量まで定義できました。ちなみに速度や加速度、運動量と名前がついていますが、いずれも非相対論的な速度や加速度、運動量とは違うものだということに注意してください。4元ベクトルは CD、X、Y、Z で4つの成分がありますから、運動量にも4つの成分があります。1つ目が CD なので時間成分、残り3つが X、Y、Z なので空間成分です。4元運動量のうち、3つの空間成分を計算すると、実は非相対論的な運動量にローレンツ因子をかけたものに等しくなります。ローレンツ因子については以前動画を作りましたので、よろしければご視聴ください。つまり4元運動量の空間成分は、非相対論的な運動量に相当する量となります。残りの時間成分が実はエネルギーに関係していて、運動量の時間成分に拘束をかけたものがエネルギーの次元と等しくなります。これを E と書きましょう。そして4元運動量の内積を計算すると、E の2乗イコール MC2 乗の2乗足す CP の2乗という式を得ることができます。これが、運動しているものが持つエネルギーの計算式になります。そしてものが止まっているとき、つまり速度が0のときは運動量も0となり、E イコール MC2 乗となります。これが、止まっているものが持つエネルギーの計算式になります。今回目指していた式がようやく手に入りました。ざっくりした説明ではありましたが、E イコール MC2 乗を導出する道筋は、おおよそこのようになります。ということでちょっと強引なところもありましたけど、なんとか頑張って E イコール MC2 乗の説明をしました。最後に、この式の持つ意味を考えてみましょう。E はエネルギー、M は質量、C は光の速度です。エネルギーと質量は本来別のものですが、この式は質量に拘束の2乗をかけるとエネルギーになることを示していて、質量とエネルギーが等価で、互いに変換可能であることを示しています。ということは、物の重さを少し使って、エネルギーに変えることができるということです。質量からエネルギーを取り出せるということですね。ただそういったことが起きるのは、核分裂や核融合が起きた時だけに限られます。核反応では反応の前後で質量が少し減り、減った質量に拘束の2乗をかけた分のエネルギーが解放されます。拘束は非常に大きいので、これはとんでもなく大きなエネルギーになります。核反応で大きなエネルギーを取り出せるのは、そういうことなんです。ちなみに化学反応でも反応の前後でエネルギーのやり取りがありますが、それによる質量の変化はすごく小さいので、質量保存の法則が成り立つんですね。反対にエネルギーから質量を作り出すこともできます。例えば追生成といって、原子核の近くに十分な大きさの X 線を照射すると、エネルギーの一部を使って電子と陽電子のペアを新しく作ることができます。質量ゼロの空間から質量を持った粒子を作れるということですね。そんな感じでエネルギーと質量は互いに入れ替えることができて、その時の変換法則が E イコール MC2 乗という式なんです。ということで、まとめていきたいと思います。E イコール MC2 乗はアインシュタイン先生が導出した世界一有名な物理法則の一つです。特殊相対性理論では高速度不変の原理を公理として、完成形での相対的な座標変換はローレンツ変換を行う必要があることを示しました。そこで時間と空間をひとまとめにした4次元ベクトルを作り、ミンコフスキー内積を定義した時空間
ミンコフスキー空間を考えました。時間が相対的なものだと観測者の状況によって物理法則がその都度変わってしまうので、観測者の状況によらない新しい物理量、ローレンツ不変量としての固有時を定義しました。通常の速度や運動量の代わりに、固有時を使って定義した速度や運動量を、四元速度、四元運動量と言います。その四元運動量の時間成分はエネルギーの次元を持っていて、四元運動量からエネルギーと運動量の関係、E の2乗イコール MC2 乗の2乗足す CP の2乗を得ました。そして物が止まっている状態、つまり運動量がゼロの状態を考えることで、E イコール MC2 乗を得ることができました。ということです。いかがだったでしょうか。数式をなるべく使わないで頑張ってみましたが、やっぱりちょっとややこしくなっちゃいましたかね。でももし今回の動画でなんとなくでも感触をつかんでもらえたら、次に何かの時にまたこの話を聞いた時に、前より理解しやすくなっていると思います。今回の動画が学習のきっかけになれば幸いです。今回の動画は以上になります。このチャンネルでは、こんな感じで放射線治療のための物理学や放射線に関するテーマを、少しずつまったりと紹介していく予定です。放射線治療や物理学をより多くの人に知ってもらいたいという気持ちで作っています。この活動を応援していただける方がいましたら、ぜひともチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。